キーリー・ミシェル・サンチェスはアメリカ合衆国の女優である。A&E のザ・グレーズ・フローリダ殺人事件簿でキャリー・カーギル役を務めていることで知られる。イリノイ州シカゴで生まれる。父親は競馬の騎手である。4人兄弟の一人でプエルトリコ及びフランス系である。グレンバード・ロース・ハイスクール時代に俳優活動を始め、舞台劇、怒りの武道などへ出演した。彼女は 舞台恐怖症であったが克服した。2000年にニューヨークの MTV のワナビ EAVJ コンテストのオーディションを受ける。最終審査の5人まで残ったものの落選するが MTV を見ていたエージェントは彼女に興味を示した。エージェントの勧めでロサンゼルスへ移った後サンチェスはオーディションを受け短命に終わったドラマシリーズザットアズゼニアシットコム マリード・ツー・ザ・ケリーズに出演する。2003年には映画、二人に釘付けに出演する。2006年には、ABC の、ロストの、第3シーズンで、メインキャラクターのニッキー・フェルナンデス役を演じるが、6話、登場したのみでキャラクターは死亡してしまう。2008年には、サマンサ・フーに、複数回出演する。また2008年の映画、ゾンビ・ホスピタル、2009年の映画、 パーフェクトゲッタウェイにも出演する。2010年のビデオ映画30デイズナイトにダークデイズでは一作目のメリッサ・ジョージに代わってステラ・オルソンを演じた。脚本家で映画監督のザック・ヘルムと結婚していたが後に離婚した。2010年春、テレビ映画ザ・マティドースの現場で知り合った俳優のザック・ギリフォードと交際を始める。2011年11月に二人は婚約し、 2012年12月29日に結婚した。ありがとうございます。